はい、どうも世界一ストイックな怠け者でっけてっけです。はい、そして今回の動画ではこちらのサーバー、コキビちゃんが MR コキビを持っていないサーバーですね。 UR1000 のコキビ、まあ、かなり厳しいですが、そのサーバーで今120ステージボス倒すことができたので、その情報をシェアしていきたいと思います。でまず第一に、まあ、今回できればやっておくといいなっていう動きが一個あって、はい、それがこの消費お礼ですねの部分、はい、ここで、はい、この椿翡翠のパックですね、将来有望のやつ、まあ、これ今回コキビ取ってない人に関しては逆にこのタイミングで購入することができると思うので、はい、ここで購入することで消費お礼のポイントを稼ぐことができて、まあ、育成素材ゲットできますん で、あと買った後1000元宝ぐらい使えばもう一段階いけるんで、ちょっと私は今回行かずにボス突破しましたが、まあ、例えば今回どうせ神髄工房なんかが4日間なんかが5回分無料枠分回せるんで、残り、まあ、5回とは言わず、まあ原宝的に届くところまで回しておくっていうのは、まあ、一つありかなというところですね。はい、その他にも今回出会いガチャが円結晶の祝福イベントになってるので、まあ、こちらで3000元宝を使うとか、まあ、月末は円結晶の祝福出会いガチャで入ってるのと一緒に次回反響も入ってたり、まあ、少女の書斎があったりするんで、まあ、ここで例えば限定特典のとこの傷の水引き買ったりっていうのはいつも通りやりながら、まあ、こっちの限定トレジャーの今まで持ってなかった副賞茶なんかをこの機会に取りに行くっていうのもありですんで、だいたい4000元宝で1体取れるんで、はい、初日のブーストですね。でこの消費お礼、まあ、最初の方ここら辺の素材足りないと思うので、はい、買っておくと序盤攻略めちゃくちゃ進むと思うので、まあ、あと1体 SR の副賞なんか投与すればもう1段階いけますし、まあ、月末のこのタイミングで元宝を使っていくのが結構このゲームの攻略においては、まあ、スマートな元宝の使い方かなと思いますんで、まあ、MR コキビちゃん持ってない方はせめてこういった我々書きなんかもできますので参考にしてみてください。はい、ちなみに今回のデッキとしてはこんな感じで突破していくことができました。配布されているキャラクターですね、モガミや細分機、テシン、であとは UR のダッキと UR1000 のコキビで頑張っていた感じですね。まあ、この2人はすぐ落ちちゃいますが、はい、で育成具合は細分機がプラス7で、テシンがプラス5ですね。はい、まあ、このキャラクター夢中プラス5で使えるようになるんで、ちょっと夢中で隠してみようとか考えてました。はい、であとはモガミちゃんがプラス7のオール35で、ダッキやコキビに関しては、まあ、ほぼ無育成ですね。一応コキビ悪あがき育成してますが、まあ、これじゃあ全然不十分ですね。はい、そして120ステージ MR コキビなしでの突破映像を見ていきましょう。はい、まずは大狩り術、はい、ここで1体落ちて、はい、まあ、ここでダッキとコキビが2体出てくることで一応は、まあ、夢中には隠してますね、テシンちゃんが。でなるべくそれ以外のキャラクターが敵から狙われるようにしてます。あ、でちょっと妖精これ入っちゃってますね。ちょっと妖精ごめんなさい、何も意識してなかったです。これタンク役になっちゃってますね。まあ、ただほどなくして落ちると思うので、はい、あまり気にしないでください。さあ、そしてカシウス出てきましたが筋力育て忘れてますね。撃砕ばらまけてないですね。はい、ここら辺も、まだちょっと今回6サーバー同時並行でやってて、なおかつ今アマテラスちゃんの育成しながらどんな映像を撮っていくかっていうのを頭の中で同時並列的に考えながらやってるんで、だいぶ適当です、ごめんなさい。まだだいぶ適当なので、まあ、大体いつも次回反響中盤ぐらいから完成形をお見せする形になってきますので、まあ、とりあえずその中でも120ステージ突破できたデッキということで、今回紹介してます。はい、なんでまだまだ全然完成形だとは思ってませんので、あにしてもコキビいいですね、生き残ってますね。はい、プラス2覚醒したことで暴走の周期なんかも他のメンバーと一緒になるんで、はい、しっかり暴走もがみちゃんに2周目もつけましたね。いや、これでかいっすね。うん、天心に隠れてよかったですね。で、まあ、カシウスで撃砕ばらまけてませんが、もがみスキル1もスキル2も結構上のボス集中的に狙っていくんで、まあ、意外とカシウスの撃砕ばらまきも必要なかったなっていうところですか。あれ、コキビ落ちましたね。はい、でただボスももう復活まで持ってかれてるんで、まあ、ここからはもがみの自力で殴っていくような感じ。まあ、天心がいい受け止め役になってくれてますね。細分機が敵の通常攻撃にさらされないので、はい、あの細分機で結構耐えてますね。はい、奮起がずっと最上に乗るし、はい、まあ、細分機の奮起がずっともらえてるのはちょっとありがたいですね。でたまに飛んでくるボスの大狩り術はなんとか細分機の影光で弾いていくと。はい、でここからはもう長期戦ですね。はい、のんびり見ていきましょう。はい、そろそろボスの憤怒狂乱化で火力がどんどん毎ターン上がってくるんで、細分機がピンチですね。はい、で地味に天心の火力もボスにダメージ与えてますね。
まあ、鉄心もタンクの中では火力型のタンクなんで少し貢献してますね。ここで細分岐落ちて、はい、まあ、ただもうこれはボス虫の息、はい、ギリギリ30ターン目にこれ撃破になった感じですかね、はい、30ターン目、はい、鉄心がボス倒して残りオモガミがギリで倒して勝ちというところで、はい、なんとか120ステージ突破できました。まあ大変ですね、はい、その後ステージ130ステージまで進みました。でここまで進んだら1回鉄心追走して、でカッシウスプラス五角星の状態性無視つけさせた上で一応プラス6まで持ってきますか。でアタッカーとして採用しながら、鉄心ちょっと弱装備に落として、これで鉄心サブいければそのままにしたいですね。あ、鉄心サブいけてますねこれでも、はい、なんでカッシウスとモガミのダブルアタッカーでちょっと上狙ってみますか。あ、さっきよりは上いけそうですね。戦役の方も、はい、戦役の方もまだ少しマシになってきましたね。はい、そして、まあ、メンツが全然足りませんが、まあ、今回持ち込みあんまりない方ですね。まあ、これコキビすらない人もいますからね、まあ、そういう人は本当に大変ですが、はい、まあ、ちょっと私の方でも都度動画上げてきますので、参考になる部分参考にしていただければ嬉しいです。はい、あとこちら YouTube メンバーシップ入られている方限定の次回反響の攻略ページですね、はい、いろんな方がこんな感じで攻略デッキですね紹介してくださっているので、はい、私も今175ステージまで突破したデッキなんかをこういう風に載せていたりっていう感じで、かなりこのゲームに熱心な方が、まあ、私というよりは他のプレイヤーさんですねがリアルタイムの現在良さそうなデッキだったり育成の仕方なんかを紹介してますので、よかったら YouTube メンバーシップの方はこちらのメンバー限定の次回反響攻略ページですね、情報を取りに来てくださいね。はい、それでは、押す。